海岸から兵が退きましたね。マロンとモーブは取り逃がしましたが、これでフィレネの国境への道は開けました。先を急ぎましょう。あの船が全て上陸してしまったらフィレネ王国は。はい、どうも。いい海風ですわね、ベイル様。フィレネまではもうすぐですわよ。まさかセピアも来てくれるなんて。セピアはパパの従者だから、私に味方なんて絶対にしないと思ってた。心外ですわ。確かにソングル様は私の主ですが、最近のあの方のご命令には思うところがございます。そうだよね、パパは人を殺すことを何とも思ってないもん。でも私にも同じ血が流れてる。誤解されても当然なのかな。おかわいそうに、ベイル様。神竜に心ない言葉を言われたそうですわね。ルミエルを殺しただとか、指輪を奪っただとか。身に覚えがないなら向こうの勘違いですわよ。ソンブル様の娘だということを聞きつけて悪く言いたいだけに決まっていますわ。私は決めてるの。命に代えても人を傷つけないって。だからパパの元には帰れない。この世界を滅ぼしたりなんかしない。素晴らしいお考えでございます。二人とも本当に私の味方をしてくれるのなら、みんなの誤解を解いた後、私の兄弟を探すのを手伝ってくれない？おかしいですわね。ベイル様はソンブル様の唯一の巫女。ご兄弟などいらっしゃらないはずですが。いいえ、いるわ。一度だけ会ったことがあるの。これを見て。まあ美しい。宝石ですか？まるで流石のようですわね。本物の流石よ。千年前、私の兄弟は泣いてる私に石をくれて言ったの。共にいることはできませんが、私はあなたの味方です。辛いことがあれば思い出してください。この石が砕けない限り私はどこかで生きていますからって。石はこの通り今も砕けていないわ。おい、どういうことだ。お姉ちゃんは今も生きてる。だから会いたいの。会って話がしたい。どうしても、もしお姉ちゃんも平和を望んでいるのだとしたら、パパを一緒に説得してくれるかも。セピオ、すみません、少し驚いてしまって。わかりましたわ、ベイル様。フィレネで用が済んだら次はその方を探しましょう。ありがとう。ずっと一人で探してたからすごく助かるよ。ベイル様、フィレネが見えてまいりましたわ。お話も一段落したことですし、気分転換にご覧になってきてはいかがです？ソンブル様の巫女に生き残りがいるですって。そんな話聞いてないぜ。私もよ。ソンブル様の子は死んだはずだもん。全員千年前の戦争で、一番幼くて戦えなかったベイル様以外は全滅したわ。私は見ていたもの、一人ずつ死んでいくところ。いえ、でも待って、まさかそんな。心当たりがあるのか。
確信はないけれど、この推測が当たっていれば大変なことになる。確かめる価値はあると思うわ。何にせよこのことを今のベイル様が眠る前に聞けてよかったな。ええ、フィレネについて真実を知れば、もう二度と目覚めることはなくなるのだから。次の戦いに備えてオルテンシアをクラスチェンジします。支援会話をしていきます。ロサード、あ、神竜様、俺の絵見てくれました？はい、森の奥深くにある枯れた井戸、一筋の陽光が差し、そこに咲く一輪の花、暖かさと荘厳な雰囲気が合わさった、とても見応えのある絵でしたよ。でしょう、見栄えバッチリでしたよね。あの風景を探すのに何時間も森をさまよったんですから。でもそんなに褒めてくださるなら苦労してよかった。見栄えのいい風景を描き、それをここにいる仲間たちに見てもらう。ロサードの趣味は素敵ですね。次の作品も楽しみですよ。本当ですか？嬉しいな。そんなに期待されちゃったら次はもっとすごいのを描いてこないと。そうだ、神竜様も手伝ってくれませんか？今度狙ってる風景が険しい場所にあって、一人だと少し難しいかも。もちろん協力しますよ。やった、ありがとうございます、神竜様。神竜様、お弁当のお味はいかがでしたか？とても美味しかったです、ありがとうございました。あの神竜様、よかったらこっちを見てください。はい。あ、目が合いましたね。私の素敵な顔を見ていますね。魅惑的な顔面を持っていてすみません。そんなに熱視線を注がれると。注がれていませんね。神竜様には私の色気が通じないのでしょうか。よし、ここは気を取り直して耳元でささやいてみましょう。神竜様、私幸せです。素敵な神竜様にお弁当を食べていただけて。私も幸せですよ、ゴルドマリー。あ、そうでしょう、やっと落ちてくれましたか。ええ、ほっぺたが落ちました。あの肉料理の作り方ぜひ教えてほしいです。ええ、教えますけれども、なんだか悔しいです。てやっ、必殺の一撃が華麗に決まったね。でも本当の戦いの時に失敗しないようにもう少し練習をしておこう。てやっ、うわ、足が滑って、うわあ。メリン、大丈夫？クロエ、いつからそこに？しばらく前からよ。訓練中だったからお邪魔しちゃ悪いと思って声をかけなかったの。参ったな、格好悪いところを見せちゃったね。おとぎ話の騎士はこんな無様な失敗はしないから。僕に幻滅しちゃったよね。額に傷があるわ、怪我の手当てをしましょう。すまない、情けなくて涙が出てくるよ。たった一度の失敗でそこまで落ち込まないで。私の目には
メリンが失敗した姿よりもたくさん努力している姿の方が焼き付いているから。メリンはおとぎ話から出てきたような素敵なナイトのままよ。クロエ、ありがとう。それにこの前看病するって約束したでしょ。そうだったね。あの時はお腹を壊したらだったけど、クロエのような素敵な人に看病されるなら失敗も悪くないかな。いい感じに踊れたな。セアダス、あんたの踊り大したもんだな。俺は踊りを仕事にしているからね、これぐらいは当然だよ。セアダスの踊りを見ていたらなんだか俺も踊りたくなってきたぜ。なあ、もしよかったら一緒に踊ってくれないか。うん、いいよ。決まったぜ、セアダス、最高の踊りだったな。ああ、こんな踊りは初めてだ。体の動きはめちゃくちゃでリズムとも合ってない。仲間内で暗黒舞踏と呼ばれているのもうなずける、ひどい踊りだったよ。そうかよ、でも俺は楽しく踊れて気持ちよかったぜ。それでいいの？いいのって言われてもな。踊りが好きなんでしょ、やるからには上手くならないと。うん、そういうものなのか。安心して、俺がしっかり踊りを教えてあげるから。まあセアダスがそう言うならよろしく頼むぜ。フォルテューヌ、運命の輪の聖域か。セアダス、何をしておるんじゃ。タロットカードを使った占いの練習だよ。俺の本職はダンサーなんだけど占いも得意なんだ。ほう、得意なのにもかかわらず練習を欠かさないとは感心なことじゃ。うん、少し訳ありでね。ん？そうだ、練習ついでに花月の運勢を占ってあげるよ。いや、それなら間に合っている、世も同じようなことができるからな。うん、早速来たぞ。そなた、今日の昼飯に肉を挟んだパンを食べるつもりじゃな。あ、当たりだよ。どうしてそれを。これは予知能力じゃ。予知、そんなことができるなら俺にも教えてくれないか。すごい食いつきじゃな。しかし残念ながら教えることはできないのじゃ。この能力は生まれ持った力で、学んで身につけたものではないのじゃ。それにこんな力など持っていても過路当選、どうでもいいことしか予知できんからな。そうなんだ、わかった。俺は地道に占いの腕を磨くとするよ。セアダス、聞きたいことがあるんですけど。何でしょうか、スタルーク王子。セアダスは対象の方たちと一緒に暮らしていたと聞きましたが、それは本当ですか。ええ、そうですよ。商人や大道芸人、それに踊り子たち、いろいろな職の仲間と各地を転々としていました。そうだったんですね。いいな、羨ましいです。羨ましいですか。そう思われるなんて少し意外です。僕は立場もありますから、あまり王国を出ることはできないので。なるほど、確かにそうですね。団体行動はすごく苦手ですけど、いろいろな場所を巡れるのは羨ましいです。世の中には自分が想像したこともないような驚くべき景色などもありますからね。俺が目にしてきたものでいいのならお話ししますよ。本当ですか、ぜひお願いします。ですが、できるだけ魅力が伝わらないように話さないと。ブロディアの王子が国を飛び出して旅がしたいなんて言い出したら責任を持てませんからね。そんな心配は無用ですよ、僕にそこまでの度胸はありませんから。ふん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 、はあ、
約束が違うじゃないですか、ミステラ王女。約束？俺の前では肉は焼かないって約束したのに、絶対に誘惑しないって言ってくれたのに、何ですかこれは。この溢れ出る肉汁と香ばしい匂いは。あー、なんか思い出したかも。セアダスは体型維持のために食事制限してるから目の前でお肉焼かないでって言ってたね。そうですよ。それなのにこんなに美味しそうなお肉を焼いて口いっぱいに頬張りたい。満足いくまで胃に詰め込みたい。じゃあ一緒に食べる？あー、カードさん、カードさん、今すぐ悪魔の誘惑に打ち勝つ方法を教えてくれ。こっちは親切で誘ったのに、人を悪魔呼ばわりするなんて最悪だよ。もう食べないならどっか行って。行きますよ、どこか遠くまで。俺はこの試練に打ち勝ってみせます。月よ、星々よ、俺を守ってくれ、この肉の誘惑から。なんだったんだろう。ゴルドマリー、聞いたわよ。あなた、街で突然告白されたんですって？すみません。隠していたわけじゃないんです。別に怒っているわけじゃないわ。それで相手には何て返事をしたの？もちろん丁重にお断りしました。そう、意外と慣れた対応をしているのね。もしかして今までにも告白されるようなことがあったわけ？はい、私が可愛すぎるせいで自然と人を引きつけてしまうみたいなんです。すみません、美人に育ってしまってすみません。なんか面白くないな。私の方がお姉さんですから、きっと大人の魅力のおかげだと思います。私がお子ちゃまだってそう言いたいわけ？いえ、そんなつもりは。まあ仕方がないわね、コルドマリーが魅力的なのは当然だもの。さすが私の進化よね、鼻が高いわ。オルテンシア。でも主として見劣りするわけにはいかないから、今度料理を教えなさい。はい、喜んで。ゴルドマリー殿、一体どうしたんだ？木に引っかかって服が破れてしまいました。服が破れただと？それだけのことで悲鳴を上げたのか。まったく、駆けつけて損をしたぞ。すみません、透き通るような可愛い悲鳴で驚かせてしまってすみません。どうしよう、このまま帰るのは恥ずかしいです。まったく、実に嘆かわしい。仕方のないやつだな。ほら見せてみろ。破れた箇所を見せろと言っているんだ。そのままでは恥ずかしいのだろう。でも戻らないと裁縫道具は。私が持っている。その程度ならすぐに直せる。バンドレさんが裁縫道具を？おかしいか？いえ、意外ではありましたが、すごいなと思いまして。さあ早く服を見せるんだ。私も暇ではないからな。バンドレさん、ありがとうございます。あくまでも応急処置だ。元通りになるわけではないから、そのつもりでな。スタルーク王子、聞こえてるでしょ？オルテンシア王女、僕なんかと話していてもあなたの人生には何の利益もありませんよ。相変わらず後ろ向きな性格ね。でもだからこそ協力のしがいがあるってもんよ。
いい？お望み通り、私が自信のつけ方を教えてあげるわ。え、ありがとうございます。でも、どうして心変わりを？あんなに嫌がっていたのに。この間はごめんなさい。ちょっと冗談が行き過ぎたわ。正直、ブロディアのことは苦手だけど、スタルーク王子とはもう仲間だから。仲間が困ってたら協力してあげるのは当たり前のことでしょ。俺天使や王将な、何よ、そんなうるうるした目をしちゃって。ちょっと可愛いじゃない。あ、お礼ならいらないわよ。近づかないでください。それにこっちも見ないでほしいです。え、はあ、なんで私がそんなこと言われなくちゃいけないのよ。だって僕なんかのことを仲間と言ってくれて協力までしてくれるだなんて。オルテンシア王女、あなたは間違いなく善良な方です。ですがあなたが善良な方であればあるほど僕の心がすさんでしまうのです。え？あなたの心の光が僕のゴミ虫のような汚い心を照らし出してしまう。ですからどうか僕に構わないでください。ごめんなさい。後ろ向きな性格にも程があるでしょ。何なのよもう。むむ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 。どうされたんですか、オルテンシア王女。わかるわかるわ。クロエには私に足りてない魅力がある。魅力？そう、それは母性。すべてを優しく包み込むような力。ずるいずるい。可愛さなら負けないけど、母性って何よ。そりゃ何年か経てば私にだって母性の一つや二つくらい生まれるに違いないわ。でも私は今負けてるのが嫌なの。あ、ほう。ということでクロエ、これからはしばらく私と仲良くしなさい。あなたから母性という母性を引きずり出し、全て学んでものにしてみせるわ。よくわかりませんが構いませんよ。オルテンシア王女のような愛らしい方が私のことを慕ってくださるなんて光栄です。そう？急なお願いだったから嫌じゃなかった？割と一方的なあれだったし。全然構いませんよ。これからよろしくお願いしますね。なんだかすでにクロエの母性に包み込まれてる気がするわ。こんにちは、オルテンシア王女。セリーヌ王女。ふむふむ。へえ、なるほどなるほどね。これは強敵ね。でも私だって負けてないわ。オルテンシア王女、先ほどから何を？よし、いけるわ。いけるいける。正直に言うとほぼ互角って感じだけど、初めから認めるわけにはいかないわ。だってこれは勝負なんだから、負けるわけにはいかない大事な勝負。はあ、勝負だからこそ今は不都合なところには目をつぶって高らかに宣言するのよ。セリーヌ王女、恐るるに足らずよ。可愛さだけじゃないわ、何もかも私の方が勝ってる。何をおっしゃるのかと思えば、オルテンシア王女はいつも元気ですね。元気ですって？ふんだ。そうやって余裕ぶるのも今のうちよ。これからいっぱい私の方が優秀だって証明してあげるんだから、首を洗って待ってなさい。あーあら、もう行ってしまうの？お茶でも一緒にと思ったのだけれど。いいな、私にもあんな可愛い妹がいたらな。絆会話もしていきます。この世界に平和を取り戻すため、私たちに力を貸してもらえますか？安心しろ、
俺は傭兵だ。一度受けた依頼は必ず完遂させる。素晴らしい戦いぶりでしたね。一体どこでその技術を教わったのですか？ルキナ様、これは父上が昔二度としたくないような厳しい稽古をつけてくれて。スタルークも父君に稽古をつけてもらったのですか？私もお父様から技を受け継ぎました。同じですね。ルキナ様と僕が同じだなんて恐れ多いです。でもそのお父様のお話は聞きたいかもしれません。絆レベルが10と15になった時に新しい武器が解放されます。さっきの戦闘では大活躍でしたね、ゴルドマリーさん。何か強さの秘訣でもあるんですか？温泉にたくさん入ることでしょうか。血の巡りが良くなって体が軽くなる効果があるんです。白色ですみません。カムイの HP プラス7のスキルを継承したいですね。カムイ、力を貸してくれてありがとう。あなたの指輪を託されていた国の王女として改めてお礼を言うわ。こちらこそ迎えに来てくださりありがとうございます。これからは共に手を取り合い戦を終わらせましょう。ゴルドマリーとロサードが仲間になったので新たに武器を強化していきたいと思います。回避率は下がるけれど命中率の上がる聖魔の紋章、これは銀の斧に合いそうな気がします。受けたまわりましょう。さらに銀の斧を連携強化します。受けたまわりましょう。銀の剣も連携強化しておきます。受けたまわりましょう。はい。今日の食事当番はフランなので不安を感じます。神竜様への愛を込めてきますね。これをこうしてこうやって、まさかうまくいくなんて。うわあ、まさかの A ランクでした。お弁当です。手渡し失礼します。ロサード、これはもう避けられない運命なんだ。うん、いつかはこうなると思ってたんだよね。仲間同士争いたくはない。でも逃げることもできないよ。僕と君が出会った時から決まっていた。ここは正々堂々と戦うしかないんだ。さあ始めようじゃないか。かっこいいとかわいい、どちらが最強なのかを。人生において可愛いを追求する俺、人生においてかっこいいを追求するメリー。運命のいたずらで出会ってしまったのならどちらが最強かを決めなくてはね。勝負の方法は考えてきたよ。互いにかっこいいと思うもの、可愛いと思うものを持ってきて見せ合う。それに心を奪われた方の負けだ。わかった。とびっきりに可愛いものを用意してくるよ。僕も負けないさ。僕が用意したかっこいいもので君の心を奪ってみせる。俺だって
メリンを可愛いの虜にしてみせる。次回の第17章は大激戦になりそうです。